はい、どうも、こんにちは、マサンです。今回も前回の続きからね、やっていこうかなと思うんですけど、まあ、誇りっていう感じをちょっと赤って読み間違えたりとかをしてて、全然気づかずに今このパートに突入してるわけですけど、まあ仕方ないんでね、そこは漢字ミスなんかは仕方ないんで、指摘されたらどんどんそれは直していくんでね、やっていこうと思います。で、とりあえずなんか水ですね。イグスと寝ている。ハンカチを濡らしてこいというお題。これも、お！え、どういうこと？なんだかすごく心細い。そんな場合じゃないってことは分かってるんだけど。まあ、おらへんもんな、あいつ。ここ、何だっけ？ここ関係なかったんだ。シャワー。水道水。あれ、こんな歩くスコードやったっけ？えっか。あれ？いや、ここじゃないやんな。水道水ってことは、こっちか。こっちから来たやんな。もうこの音怖いねん、マジで。なんか出てきそうやもんな。まあ、水道、なんか映ったさっき。何のギミックやねん、マジで。とりあえず、まあ、水道水なんで、トイレでしょ、おそらく。この怖さ、半端ないぞ。もう男子トイレ行こうかな。ちょっと待って、ここでセーブしといて、多分ね、トイレでなんか起こると思うんですよね。結構もう多分な、物語終盤に差し掛かってるはずなんですよ。ほら、ここの水道水よ。トイレの水は？出えへんの？こう。なんでなん？なんで？どこやねん、これ。水。どこなの？ちょ、女子トイレ行って、どっかあったっけ？目覚めなければよかったのに。どういうことやねん。俺に対するメッセージじゃん、これ。ここは。なぜか開かない。無視ですね。お前、笑い声と聞こえてくるかな。でもさっきイベントが起こったってことは、間違いなくこっちであっとんやって。どんどんセーブしていこう。いやー、ちょっとね、めちゃくちゃ怖くなってきてますけど、もう慣れてきてるんだよ、このゲームに対して僕は。いけると思います。時計動かされへんな。水道水。もう全然覚えてへんねんな。でもまあ、こっち合ってる。なんでこんなところに車椅子なんてあったっけ？いや、なかったって絶対。通れとったんやから。ここはおい、なんで水出えへんねん。何のためのこれ。ちょっと怖い。いや、ないやろ。トイレの中絶対ないやろ。水道水探しながら。めっちゃ怖なってたな。いや、ここにもある。ここや。ここはないな。ないよな。一階か。おそらく一階でしょう。用具室。ないよな。水道水やもんな、だって。水道があるってことや、どっかに。木材。薬品。はい。ないですね。いきなり。おらへんな。黒電話だ。オッケー。ないな。ないよね。はい。これ出てセーブをちゃんと繰り返していこう。もう、ゲームオーバーなんて巻き戻されるんだけど勘弁。あれ？あ、いけへんなとこ。あれ？え？なんかいけんくなってない。いろんなところが。開かない。え、こことか前行けとってん。どういうこと？一階に帰られへんなっとる。え？いや、なかったんやって。
おかしいぞこれ。でもないよな。もう一回こっちに戻りますね。ってことはあっちにあるってこと、水道水。やめてよやめてよやめてよ。どこなんやろ。でもあっちなかったから。こっちは。あー、ここの中か。あったっけな。いや、ないやろこれ多分。鏡だ。あっちを見ていくか。はい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 。ここじゃないか。ってことで、院長、あ、院長室あったかも。そういえば。あの、耳の鍵とか手に入れた場所とか怪しいな。あったよ、知ってる、どうせ嫌いなんだ。これ見たな。開かない。はいはい。まあ、ここはないですね。オッケー。まあ、一個一個しらみつぶしに、探していけば。解決できると思うんでね。じゃあ上か。こっちですね。セーブしとこうか。もう PC ゲーの基本がセーブらしいんでね。死ぬ可能性があるということで。落ち着いていきましょう、落ち着いて。OK。ないわ。あ、一番右や。うわ！何やねん、この手。ビビらすなって。あった！ほら、これ、ほら、これよ。セーブ、セーブ、セーブ、セーブ。はい、来ました。間違いない、ここでしょ。ここなら。よっしゃ、急いで直すんですよ、戻ろう。これセーブしとこう。これなんか起こるかもしれんから。ずらしたデータに、オッケー！来た。おい！え、この足を取って！どこに隠れる場所ね？隠れなきゃ！どこに隠れる場所なのこれ。隠れる、ああ、あった！はっ！ああ、机の。もう怖いの一番怖いぞ！だって、下やから机の下見られて終わりなんやから。頼むぞ、机の下やぞ、俺。絶対来へん。だって。はいはい、そこね。え、そこの中調べよん。マジでこれ何しよん。やめろ、やめろよ。絶対来んなよ、こっち。一番怖いパターン、これ。早くどっかに行って。心の声ね。え？おい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 ！待ってくれよ、これ。ほんまに待って。え？お、どっか行った。助かった。早く戻らないと。はてな。紙だ。机の下に落ちたのかな。何？ん？お、目覚めた。え、え、視点変わるパターン。ちょい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 、視点変わりましたよ。なんかいきなり目覚めて。こんな状態で外に出るよりは、ここに隠れて いた方がいいな。それに、すれ違いでもしたら面倒だし。なんでじゃあ動かされんさん。さんが書類ある。以下本文は無双病の元患者から聞いた内容を記述することを改めて明記する。進行が第2段階進むと患者は。え？どういうこと？進行が第二段階に進むと、患者は自身が夢の中にいることを自覚する。その状態から無事に回復できるかどうかは、患者自身の力量にかかっている。え、ナオ君ってもしかしてこれなんじゃない？先日の通り、無双病は精神的疲労から発症されると考えられているため、回復の見込みは著しく低い。もうかかったらほぼほぼもう終わるということですね。一部では〇〇に〇〇〇という方法が、以降かすれて読むことができない。夢？じゃあここは早く戻らないと。はいはい、戻りましょうか。一気に速くなった、なんかスピードが。さっきもなんであんな遅かったんやろな。全くわかめですね。怖さ半端。うわあ！え、どういうこと？え、どういうこと？え、動けになったで。
え？え？なにこれ？なにこれ？え？バグじゃないこれ？嘘やろ？ほら、え？ちょい！なんか動けんじゃんけど、ほんまに。え？なにこれ、ほんまに。ガム？使われへんやん。どういうことこれ。なんでなん。え、これバグじゃない？なんか動けんのやけど。え、こういうトラップなん。でも何も起こらんしな。え、なにこれ。え、謎です。謎のバグが起こりました。これどういうこと。ほら、これ止まった。ちょっと謎ですね、これ。とりあえず、ここでセーブはできんから。これ、どうやって、元のゲーム画面に戻ればいいんだろう。ないな。セーブはできん。まあ、セーブ一応、こっちの方にしとくか。多分、意味ないですけど、これ。戻れないんで。うわ、謎のバグが起こりました。ん？どうやら、こっから進めないみたいなんで。これなんかな？わからんけど。まず、ちょっと前に戻って。そっからね、今回ちょっと短いですけど、もう仕方がないんでね、ここで終わって、次はまあ、こうならないところから、初めてまた、続き、やっていきたいなと思います。というわけで今回ちょっと短いですけど、これで終わります。ありがとうございました。